皆さんこんにちは、伊藤海人です。今回は欲張り紙幣というマジックをやってみようかなと思います。で、使うのはこちら。ちょっと大きめのお札を持ってきました。で、皆さん見えますか？ここ。0の位が少し多いですよね。で、これ、まあ、ここにも書いてある通り、1億円と書いてあるんですけれども、この1億円札が、まず1枚。そして、2枚。3枚。4枚、5枚、最後、6枚と、全部で6億円あるわけですね。こんな感じ。で、今この動画をご覧になっている人でちょっとね、考えてほしいんですけれども、例えば、宝くじで、6億円が当たったとしましょう。もし皆さんだったら、どんなことに使いたいですか？まあ皆さんね、各々やりたいこと、したいことたくさんあると思うんですけれども、まあ、今回はね、僕の場合で、一体どんなことに使いたいのか、これで試してみようかなと思います。さあ、まずは、旅行で2億円使ったとしましょう。かなり贅沢ですよね。さあ、こんな感じで6億のうちから2億円旅行で使い切りました。で、今手元にあるのは当然ですが、4億ですよね。でも、こんな感じで息を吹きかけるだけで、なぜか手元にあるのは1億。2億、3億、4億、5億、6億と、なぜか手元にあるのは6億円になってしまうんですね。さあ、もう一回やってみましょう。じゃ、例えば今度はマイホームを買ったとしましょう。2億円のね、マイホームです。さあ、2億円分の豪華な家がね、建ちました。さあ当然ですが、今手元にあるのは4億ですよね。でも、こんな感じで息を吹きかけるだけで、なぜか手元にあるのは1億、2億、3億、4億、5億、6億と。なぜか手元に残るのはいつも6億なんですね。さあ、ちょっとね、くどくなってきたところで、今から、よくね、いただくリクエストに、やっていこうかなと思うんですけれども、よく、お札のマジックをやってると、どうしても、よく言われるのが、増やしてほしいというリクエストをね、いただくんですよね。で、よく皆さん、お札のマジックを見るとね、どうしてもね、増えたら嬉しいとか、増やしてほしいというリクエストをいただくんですけれども、今回はそれを特別にお見せしようかなと思います。じゃあ、今ね、ここ、手元にあるのは6億でしたよね。で、この状態からさらにもう一度2億円捨てます。何かしら。さあ、当然ですが、今手元にあるのは4億なんですけれども、ここからさらに増やしていきます。そうだな、12億円にしてみましょう。12億。さあ、かなりの額です。さあ、こんな感じで振っていきます。振っていくとだんだん増えていきます。さあ、願いを込めるだけ。増えろ、こんな感じ。さあ、こんな感じで、これで12億になったら不思議ですよね。さあ、見てみましょう。1億、2億、3億、4億、5億、6億、7億、8億、9億、10億、11億、最後、12億になったところで、私のマジックは以上となります。皆さんもこのような素敵なマジックを覚えてみませんか？以上、欲張り紙幣というマジックでした。ありがとうございました。